わすごい。うわ、言うてまだやばいな。よいしょ、いい餌、イスズミ上。右に流されてる。あーなるほど、先っぽだけ食われてるパターン。なるほどね。うわ、めっちゃガジガジされてる。めちゃめちゃガジガジされてるな。よし、食ってる、なんか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 食ってる。あ、あ、は？一瞬で切れた。何今の。え？切られた。何今の。え、どういうこと？サメか？あ、針数が切られてる。根元から切られてる。よいしょ。こっちでやろうか。こっち側でやろう。
うわ。うわ、すごいパワーやな。うお。あ、根に入った。よし、出た出た。ういえ、よいしょ、よいしょ、うほ角にフッキングしてるすごいな、角にフッキングしてる。はい、ということで GT 狙いのね、本編とは全く関係ないんだけど、深瀬釣りいきなりね、こいつがバショーカーですかね、姫天狗ハギかな、初めて釣りました。すごいフォルムやね。この角のね、この下側に針がかかってました。いや、今まではね、ちょっとかなり安いね、あの深瀬竿を使ってたんで全然こいつが取れなかったんですけど、少し前からまあかなりいい深瀬竿をね、使い出してようやくね取ることができました。すごい見た目ですね、この魚。イカがエギに、これは大チャンス。これはちょっとエギで釣ります。おる、あ、来た、あ、来たんじゃない。おちっちゃいちっちゃい。これでも、あ、どうす、これちっちゃすぎじゃない、これ。いや、いいんじゃない、これかけてる、泳がしてる。とりあえず夜の餌にはなる。あー、まあなんか10匹ぐらい釣ってほしいな、じゅんさんに。ちょっと袋入れて、とりあえず置いておくか。すごい流されてる。なんだろう。やべ。やべ。なんだろう。なんだ。お、タマンっすね。よいしょ。おおありがとうございます。おお、お、結構いいさ。はい、ということで昨日のね、深夜3時ぐらいかなからね、ぶっこみ釣りを続けて、一回ねいい当たりがあってそれを逃しちゃったんだけど、ようやく獲物をゲットしました。64センチのタマン。いや、いい当たりやったね。いや、ほんと前のね南の島でこのタマンを釣るのに散々苦労したのに、屋久島ではねもう3匹かな釣れちゃいました。いや、いい当たりでしたね。まあ、これはこれでねめちゃめちゃ嬉しいんだけど、まあでも本命の GT はまだなんでね、引き続き狙っていきます。とりあえずタマンやりました。
またハードル高そうやな。なるほどね。これもうちょっと持ってってあ、持ってってみます。よしよしよっとよしよいよしよしよいしょよしいらんやろこれ。いるいるいる。いい神社いる。お疲れ。ないね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ふう。あ、おい。おお。おお。ここで立てて、一周回って、そこの下で取り込んだから。GT。うん。これもらおう。流し節がやばい。ありがとうございます。とりあえず入れておきますか。チヂムシだからちょっとしたらいなくなる。よし、じゃあ一投目いかせていただきます。え、ジュンさんこう何メーター？そんな深くなくない？めっちゃすぐ着底した。います。なかったら落ちていい。ねってモンスターいる？あ、欲しいな。モンスターと戦う前にモンスターで。なんかでも、あ、すいません、ありがとうございます。皆さんいただきます。おお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 、もうかかってるかな。そうっすね。ん、え、乗ってないやん。ん、あ、これ乗ってる、乗ってたわ。お、結構でも上がる。サメ？お、あ、見えた見えた。タマンだとしたら結構引き強いぞ。あ、タマンっぽいな。ちびきだ。え？ちびき？あどーす。やっとー。あーだす。お、え、でかいな。でけえな。いや、でけえな。いや、でけえわ。全然でかかった。もっとちっちゃいかったなと思ったら。でけえ、あだす。いや、これ来たらよかったかな。これ来たらよかったかな。でけえな。マジか。マジか。はい、ということで。沖堤防にね乗って早々青ちびきやりました。まあそこそこいいサイズですね。75ぐらいかな。はい、すごいね、貫禄のある見た目ですね。いや、これは嬉しいな。
なかなか途中からめちゃめちゃいい引きでした。青チビキやりました。嬉しそうに撮ってる。75ぐらいですね。75ですね。やりました、イエーイ。かっこいいね、ほんと。またなんか怪しい当たり方してるな。おおおお、もう勝てるか、これ勝てそうだな。勝った勝った勝った、連続ですごいな。さあ、なんだ、連続で勝ったぞ。左行くね。おお、いいサイズやん。すごいな。魚の活性すごいな。あざっす。じゅんさんの釣ってくれたイカ、家から一瞬で食ってきたわ。炭だらけやったから。絶対釣れると思って。そんなすぐ釣れると思ってなかった。あざっす。おお。ふと。ふと。わがままボディや。ふと。昨日釣ったよりもでかくないか。ちょっと70はないけど65ぐらいありそう。はい、ということで、なんと次はまた速攻でね、タマンが食ってきました。サイズがね、66センチでしたね。いや、昨日はこのタマン1匹釣るのにめっちゃ苦労したのに、今日はね、そう、もう沖堤防乗ってすぐに青チビキと同時にタマンがね釣れました。沖堤防乗ってよかったね。いや、よかったっすね。行こうかマジ迷ってたんだけどね、天候悪くすぎて。いやー、やっぱ台風接近直後、台風直後はマジで釣れますね。いいタマンやりました。すごい重量感タマン。 お赤な、え、ゴマフエ、赤なっぽい、ゴマフエか。いや、でも赤なに見えるな。おお、ナイスです。てか、めっちゃいろんな魚釣れるな。やったー。お、でかっ、でかっ、え、赤ない、赤な、でかっ、え、でかっ、え、こんなでかいの釣れるの、沖堤防。でかっ、この堤防すごいな。だからやっぱ台風直後だからこんな釣れるのかな、ね、すごい。いや、すごいな、丸々と丸々しとる。お腹周りすげえな、こいつすごいな。結構重量あるんじゃない。6キロ、おお、6キロ、6キロぐらいか、うん、6.11、かっこいいね。いや、美しい魚やな。太ってんな、こいつね。え、このお腹やばいよ。お腹がやばい。どんな魚やの。お腹やばいし顔悪そうやろ、これ、ね、顔なんかジュンさんが釣ったみたいになってる。あ俺が釣りました、まあ、イエーイ、やりました。
これは来たんか。これ来たっすね。